韓林丸は、幕府海軍が保有していた軍艦。木造で、バーク式の三本マストを備えた蒸気コルベットである。救命、ジャパン。関林とは、駅境より取られた言葉で、軍心が互いに親しみ合うことを意味する。洋式の軍艦としては、観光丸に次ぐ二番艦であるが、洋式のスクリューを装備する船としては、初の軍艦である。 姉妹艦には朝日丸及び電流丸がある。幕府の船として初めて太平洋を往復したことからなお知られる。幕府の練習艦として用いられた後、母親戦争に参加するものの、軍艦としての機能は多艦に劣り、すでに運送船の役割を担っていた管理丸は、新政府軍によって打破される。明治政府に接収された後、開拓誌の輸送船となった。 1989年に同系艦、バリの図面などがオランダで見つかり、2005年に公表されるなどにより、従来不明であった戦隊寸法などが明らかになってきた。その内容は右表の通り。なお、それ以前に伝えられていた主な要目は以下の通り。さらき岬にある関林丸周縁の地を示す案内版。 日米修航通商条約の批准書を交換するため、県米施設団が派遣されることになった際、聖子一行はアメリカ軍艦東派単号に乗艦することになっていたが、同艦の随伴艦として、幕府海軍の練習航海も兼ねて、本艦も派兵された。士艦はいずれも長崎海軍練習所の教員が、そのまま乗船していたが、出発前に軍艦武業に昇進して、 県米福祉としての任も与えられた木村節津を除いて関内組織は未成頓のままであり、教員の主席にあたる軍艦総連所教授方頭取であった、かつ改修が専任士官として運用の実質的責任者となったものの、指揮系統の混乱を招いた。なお対外的には通訳の中浜万次郎は、勝が艦長、木村が提督との説明で押し通している。 旧暦1月13日品川を出版、旧暦1月19日に浦川を出港し、旧暦2月26日にサンフランシスコに入港した。往路は38日間4629回りの航海であったが、出港直後から公転に見舞われ、艦の各所が破損したほか、日本人の乗員は疲労と船酔いでほとんど行動不能に陥り、艦の運用は、 技術アドバイザーとして乗船していたジョン・ブルック、単位指揮科のアメリカ人乗員が代行した。また、上記の指揮系統の未成等もあって、当初は組織だった、当直体制が確立されておらず、高天下での艦の運用に支障をきたした。袋は、ハワイ経由での航海となった。欧路で同乗した、アメリカ人水夫のうち5名を雇った以外は、日本人のみでの運用となっており、 往路の反省からアメリカ滞在中に得た知見も踏まえて、当直などの運用体制が整備されたものの、45日間6146回りの航海は概ね好転に恵まれ、その連動工場を確かめる機会はなかった。この派米任務は往復83日間合計1775回りの大航海を成功させたことで、幕府海軍に大きな自信を与えた。 しかし一方で、オーロでのアメリカ人上院による助力は過小評価され、後悔、運用の技量不足という重大な問題点が見過ごされたことは、エゾ共和国時代に艦隊主力を海難で喪失する原因となるなど、大きな過婚を残すこととなった。デン、1860年サンフランシスコ停泊中の、管理丸、軍艦つくば、ありがとうございます。